おはようございます。今朝はね、昨日来れなかったコメダにモーニングに来てます。いつものやつですけど、いただきます。コーヒータイム。これからね、ちょっと会議なので、本当はねドリップしようと思ったんですけど、時間がなくなっちゃったんで、このネスプレッソでね入れたいと思います。で、今日はね氷を入れて、エスプレッソの方でね、ルンゴじゃなくてエスプレッソの方で出したいと思います。で、ワンモア、もう一玉いってきます。カプセル入れてボタン押すだけなんでね、めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単で、これ一時期ね、これ売り始めた直後だと、なんか海外でねめちゃくちゃ流行りすぎちゃって、まあ、偽物とかが大量に出たりとかしてたんですよ。そのくらいね美味しいんですよね。はい、出来上がり。じゃあいただきます。こんばんは、ジェイコモです。もうね、今お風呂入って着替えてきたんですけど、今日はねジングス T シャツ初めておろしました。でね、今日昼にね、実は TY ハーバーに行ってきてビールを買ってきたんですよ。これで1本でね、800円ぐらいかな、約800円ぐらいなんで、お店でね1本の1杯パイントだと400だから500ぐらいなんですけど、500ミリリットルぐらいなんですけど、これ660ぐらい入って、で、800円ぐらいなんで、結構お得に買えますね。で、今ね、店内で飲めないんで、まあこういうのでね、TY ハーバーのビールを味わいつつ、ちょっとね、お店にも貢献したいなっていう感じで、じゃあいただきます。今日はね、ラガー、ですね、ラガー。ラガーっていうのは、まあ、いつも飲んでるのが IPA、IPA っていう、インディアンペールエールってやつなんですけど、これはね、ラガー。よく日本でね、一番流行っているビールですね。キリンとか、あとアサヒとかね。朝日スーパーデュライとかもラガーの一つですね。いただきます。美味しい。ラガーはね、やっぱ冷やして飲むと美味しいですね。キンキンに冷やすと。ちょっとね、 IPA とか、日曜日に飲んだねインペリアルスタートとかは、日曜だったっけ、土曜日だったっけ、忘れちゃったけど、お休み中に飲んだね、インペリアルスタウトは、ちょっとね、高めの温度、少しね、まったり、高めの温度で飲むのが美味しいですね。まあ、高いって言っても、冷えてる温度で飲んだ方がいいんですけど。でね、はい、これ、じゃん。今日、ヘイローの20周年、クッションが届きました。結構ふかふかで柔らかい。マスターチーフが入ってる。本当ね、もう何回も言うけどね、本当は T シャツが欲しかったのよ。T シャツが欲しかったんだけど、まあ手に入らなかったから、まあ、しょうがないんですけど。で、今回これは置いといて、ちょっとね、じゃん。このシャークのね、掃除機。これをね、簡単にね、レビューしたいと思います。でね、一応、これね、ちょっと下が壊れちゃってるから、これシャークとね、ダイソンの比較みたいなのを、まあ、いい点と悪い点みたいなのを、比べていこうかなと思います。で、
まあ、両方的に、両方そんなに変わらなかったなっていう点は、吸引力。吸引力の面では、まあ、ダイソンももちろんね、吸引力すごい強いんですけど、このね、シャークもね、吸引力かなり強くて、すごい使いやすいですね。で、なんだろうね。もう、まあ、こっちもね、すごい手軽に使えるのと、こっちもすごい手軽に使えるんで、そこの点は良かったです。で、違いがね、こういうスティックになってて、ここがね、ダストカップになってて、ここパコって、ここを押すと、ベロンって開いて、この、ちょっとね、一回掃除したんですけど、ここね、ここにフィルター、金属のフィルターがついてて、ここにね、で、ここに大きいゴミは集塵されて、奥のフィルターにまた溜まるっていう感じなんですけど、ここがね、ここがかなり秀逸で、これね、見えるかな、これ。これね、ブラシになってて、ここの部分にね、こう開いたときに、このね、フィルターの部分を掃除してくれるんですよ。だから、ホコリが取れやすいっていう、そういう利点があります。で、それに対してね、このダイソンがね、もうこのサイクロン型なんで、ここに真ん中ね、ちょっとこれ汚いんでね、もうすごい使ってたから汚いんだけど、ここの中にね、ぐるぐる回ってやるんですけど、ホコリが溜まっていくっていう形なんですけど、これがね、なんていうの、排気はクリーンかもしれないけど、そこにね、くるくる回ると、長い髪の毛とか、今、俺はね、丸坊主だからなんだけど、うちの奥さんとかね、長い、髪の毛が長いんで、長い髪の毛とか吸うとね、それが絡まっちゃって、ゴミ捨てをね、やった時に、全然ゴミが落ちてくれないみたいなのがあるんですよ。だから、ゴミ捨ての面で関したら、シャークの方がもう確実にいいですね。雲泥の差って言ってもいいぐらい、ゴミの捨てやすさは違いましたね。で、まあさっきも言った通り吸引力は変わってなくて、で、この形状の違いですね。このね、まあダイソンはちょっとぶっとく、こうね、もっこりしてる感じ。で、シャークは、まあ棒、スティックになってるんで、ちょっと隙間とかにね、入れやすいんですよ。なんで、そこら辺はいいんですけど、ただ、排気。ダイソンはね、後ろから出るんですよね。排気が。なんですけど、このシャークがね、ここ、横についてて、スティックの横で、こういう向きで出るんですよ。両サイドに。なんで、深いところにバッて突っ込んだとき、こうやって突っ込んで掃除して、しようとしたときに、この排気がね、狭いところとかだと前に戻ったりとかしてホコリが舞っちゃったりとかするんですよね。それがね、あんまりいけてないなって思ったところ。これ後ろにね、後ろ側に行ってくれるんだったらいいんだけど、ここにね、バッテリーが入ってんのよ。これが、ここにね、バッテリーが入っちゃってるから、だからね、排気がね、後ろ側に逃がせられないんですけど、なんかウィングみたいなのあればね、いいのかな。なんかそこら辺がね、結構ね、まあ、そのさっき狭いところって言ったけど、狭くなくてもね、結構、排気のね、排気が強いっていう話はしたけど、排気の強いイコールこの、排気ってね、吸気が強いっていうこと、イコール、この排気もね、ものすごいんで、吸った分だけ外に出てくるから、なんか風がすごくてね、舞っちゃうんですよね。そこら辺がね、いけてない。排気に関してはもう断然こっち、ダイソンの方がいい。ダイソンも排気はすごいんだけど、それに対してね、ゴミが舞うっていうことはほぼなかった。使っててね。うん。それはね、かなりこれは秀逸。で、あとは、このノズルね。これ今何にもつけてないんだけど、まあ、シャークはこのまんまね、つけて吸えるっていう形、何もつけなくても吸えるっていう形なんだけど、このダイソンはね、まあ今外してるけど、アタッチメントがね、その、吸い込みのためのノズルがね、結構吸いやすい形になってて、掃除しやすかったんですよね。ただこれがね、これよりも、これにね、アタッチメントつけると全部しぼまっちゃってね、細くなっちゃってて、
それがね、いまいち。だから、このまんまで使っているんだけど、これもね、ちょっとね、使いづらいなっていう。真っ平らになってるから、横から見るとわかると思うんだけど、真っ平らになってるから、ペトってつけるとね、吸えなくなっちゃうっていう、そのモーターに負荷がかかるような感じになっちゃうっていうのと、風が外からね、空気が入ってこなくなるから全然吸えなくて、っていうのがね、ちょっと微妙なところでしたね。でも大きな比較って言ったらそのぐらいかな。だからノズルに関してはダイソンの方がいい。付属のノズルに関してもね、ダイソンの方が全然良かったです。で、あとね、良かったのはね、違いがあったのは、これね、シャークの方は最初からこの充電スタンドみたいなの込みで売ってるんで、パコってね、掃除終わったら充電台に挿しておけるんですね。で、収まりがいいんですよ。で、そこに、1個だけなんですけど、アタッチメントも置いとけるっていう形になってて、すごいね、掃除しやすいんです。掃除が終わった後の片付けも楽。なんだけど、このね、ダイソン、今ね、種類にもよるんだけど、これはね、ここ。落ちちゃった。ここにね、ケーブルがついてて、ここにね、AC アダプターから、コードをね、挿す形になるんですけど、置き場所はないんですよね。特に。決められてなくて。だから、僕はなんか、バケツみたいなのにね、掃除用バケツみたいなのにズボって突っ込んでたんだけど、で、他のアタッチメントとかもね、全部入れて、ちょっと熱いな。入れて、突っ込んでたんだけど、それがね、ちょっと、あんまりね、整理整頓っていうか、そういう意味ではあんまりいけてないかなっていうところでしたね。こんな感じですね。で、一応違いがあるとしたら、これの、バッテリーがね、シャークの方は2本ついてるんで、もし掃除していった際に電池が切れたら、そしたら、バッテリーを交換してね、で、続きができるっていう。ただね、こっちもそうだったんだけど、よっぽどね、広いところをずーっとやらない限りは、電池が切れるってことはほぼないんですよ。用途としては、家のね、中の広い面をこれで吸うってことはほぼなくて、ゴミをね、モップとか、クイックルワイパーみたいなので掃除した後に、そこの部分を、溜まったゴミとかをこれで吸うとか、あと、なんか気になったところのね、ホコリとかが端っこの方に溜まってるなと思ったら、そういうところを吸うとか、棚とかね、いうところに溜まってるようなホコリを吸うっていう、そういうレベルで使うようなものなんで、バッテリー切れるってことはほぼないから、そこに関してはね、あんまり違いはないかなっていう気はしますね。で、まあ、どっちがいいかって言われると、どっちもどっちだなって感じですね。まあ確かに、あとね、大きな違いがあるわ。ダイソンは重い。このね、シャークはね、めちゃくちゃ軽いんですよ、これで。ダイソンはこの段階で、このノズルがついてない段階で結構重いんですよね。ちょっとね、正確な重さっていうのはあれなんだけど、明らかにこっちの方がね、扱いやすいなって。こっちはね、すごいずっしりくる感じがするんですよ。まあ、今の新しいタイプはわかんないけど、これかなり古いんでね。これはね、いくつだ ?DC61 ってやつだから、相当昔、5年とか、そんくらい前なんじゃないかな。っていう、そういうやつなんで、かなり古いんですけどね。で、頑丈さで言ったら、だから5年ぐらい全然使い続けてても全然大丈夫。まあ実際に動き、このカップがね、ちょっと劣化して割れちゃっただけで、実際の動き的には全然、機能してるんで、そういうことも考えると、ダイソンは、長年使えるんじゃないかなと。そういうことを考えると、結構コスパがいいんじゃないかなと。ただちょっとね、初期投資っていう考えだと結構高いかなってところですよね。
その半額ぐらいでね、シャークが買えちゃうんで、これ2万円ぐらいだったんですよね、確か。2万円ぐらいで同じような性能のやつが買えるって考えると、かなりコスパがいい。これ確かね、4万か5万ぐらいしたような気がする。結構高かった。ダイソンは。なんで、それを考えると結構シャークがいいのかもしれないですね。なんで、あとはもう単純に好みかなと。このシャーク、今流行ってるんで、流行ってるのと、こういうね、ストレートのスッキリした形で、ドックとかにね、かぼって刺して充電するっていうのがいいっていう人は、こっちの方がいいと思います。ただね、ネームブランドとか、あと、サイクロン掃除機っていうのを使ってみたいっていう人は、ダイソンがいいんじゃないかなと思いますね。本当にね、どっち買おうかっていうのはね、迷ってたんですよね。買う、これをね、注文する直前まで。どっちにしようかなと思ってたんですけど、せっかくね、壊れちゃったんで、新しいっていうか、今流行ってる方のシャーク使ってみようっていう感じで、買ってみたんですけど、意外と良かったです。YouTuber がね、他の YouTuber とかが、シャークはいいって言ってたけど、本当にそれ使ってんのみたいなね。バッテリーへたらないのみたいな、そういう疑問とかはあったんですけど、まあもちろんね、まだ1日しか使ってないんで、どのくらいね、バッテリーが持つのかとかいうのもわからないですけど、まあなんか今の感じだとね、まあそこそこ長時間っていうかね、その充電しないでいろんなところ掃除し、まあ部屋のね隅っことか、ほこりが溜まってるようなところとかね、掃除してみたんですけど、結構ね長時間使ってもへたらないですし、20分ぐらい使えるとかって書いてあったのかな。ちょっと忘れちゃったけど。結構良かったです。で、20分でね、これのバッテリーが2個ついてくるってことは、まあ20分だったとしてだけどね、ちゃんと調べてないからわかんないけど、だったとして、40分使えることになるんでね。あ、でね、1個あるわ。違いが、音がね、ダイソンって音が高いんですよ。キーンって音がするんだけど、シャークのフーンっていう音。わかりづらいか。なんだろうな。まあ、今聞いた通りの音です。わざわざ俺が言葉でね、説明するほどでもないかっていう。マイクで撮れてればね、ちゃんと撮れてればですけど。っていう感じでしたね。意外とね、こっち手にしっくりくるんで、吸いやすいですし、ただね、一個気になったところがあるかな。このね、ダイソンってこのレスポンスがいいんですよね。このトリガーを引いたらすぐにシューンって入るんですけど、このね、シャークは押してから少しねタイムラグがあるんですよ。それがね、まあ別にビビたるもんだっていう言えばビビたるものなんですけど、ちょっと気になったところです。はい。そんな感じですかね。実際ね、買ってかなり、気に入ってます。昼間とかね、仕事で疲れたっていうか、仕事飽きた時に、ちょっと掃除しようと思ってね、そこら辺吸ったりとかしてるぐらいには、いろいろとね、気に入って使ってます。いろいろブラシとかもあったんで、キーボードの上とかもね、掃除したいなとは思ってるんですけど、なかなかいい買い物でした。ちょっと概要欄の方にね、シャークの、これ、あとね、会社名がちょっと面白いよね。これね、シャークって、シャーク忍者っていうね、会社名だったと思うんですけど。はい。ってことで、もしね、ハンディ掃除機をね、買おうかなと思ってる人は、特に女性とかいいんじゃないかな。男とかよりも女性向きなような気がしますね。あと狭い家とかはダイソンよりもこっちの方がいいかもしれない。置き場所がね、結構スッキリするんでね。やっぱ横幅がないだけね、ここのね、
こう横幅がないだけね、だいぶね、置き場所がすっきりするんで、そういう人にはいいかもしれない。うん。と思いました。はい。そんな感じでした。まあ、少しでもね、見てる人は少ないですけど、参考になればいいかなと思います。ということで、また、ビールをお代わりしつつ。